日本人現役4人目のプレミア選手が誕生へ。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。現在アジアカップ真っ最中のため、そちらに目が釘付けとなっている日本のサッカーファンも多いことと思います。ですがそんなアジアカップを横目に、欧州の冬の移籍市場は着々と終了日が近づいている状況。ここに来て駆け込み移籍が発生しつつあるようです。そんな中、イングランドプレミアリーグのあるチームが日本人選手の獲得に乗り出し、そして移籍がほぼ確定したようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーキングから。シントトロイデンに所属するディフェンダー橋岡大樹にプレミアリーグ移籍の可能性が浮上しているようだ。イギリスメディアアスレティックによると、ルートンタウンが橋岡の獲得を目指している模様で、まだ合意には達してはいないものの、完全移籍を目指して交渉が行われていることが伝えられているほか、イギリス紙テレグラフのマイク・マクグラス氏によると、移籍金は200万ユーロ、約3億2000万円程度で話し合われていることが明らかになっていた。そんな中、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リーズやトラブゾンスポルとの争奪戦の末にルートンタウンは橋岡を獲得することでシントトロイデンと合意したとして、メディカルチェックを受けるために同選手は29日に移動することを伝えており、移籍は決定的になっているようだ。現在24歳の橋岡はジュニアユース時代から浦和レッズでプレーし、2017年に2種登録選手となると翌年にトップチームに昇格した。2021年1月にシントトロイデンへ期限付き移籍を果たすと、翌年1月に完全移籍に移行。今シーズンはここまで公式戦19試合出場で2ゴール2アシストを記録するなど、クラブ通算では91試合出場で6ゴール7アシストを記録している。また各年代別の日本代表にも選出され、2019年12月には EAFFE1 サッカー選手権2019で日本代表デビューを果たし、これまで通算7試合に出場している。昨シーズンはチャンピオンシップ2部で3位となり、プレーオフの末にプレミアリーグ初昇格を果たしたルートンタウンは、20試合終了時点で4勝4分け12敗勝ち点16で降格圏内の18位に位置している。なお移籍が決まれば、ディフェンダー冨安健洋、アーセナル、ミッドフィルダー三笘薫、ブライト、ミッドフィルダー遠藤航、リバプールに続いて、橋岡はプレミアリーグで現在プレーする4人目の選手となる。このように伝えています。シントトロイデン橋岡大樹選手のルートンタウン移籍については、移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も Here we go とツイートしており、おそらくほぼ確実なものと言えそうです。彼のプレミアリーグでの活躍が今から楽しみですね。ではこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。マイクマが調子を上げ、菅原がコンディション不良からかアジアカップでは本来のプレーが見せられていない中、定位置奪取に向けて橋岡にかかる期待も増している。リアルに即戦力の必要なチームに行くんだな。マイクマと菅原ではなく橋岡が先にプレミアに行くとは。橋岡は上位チームでは難しそうだけど、フィジカルはあってセンターバックもできるのと、お調子者のメンタルは下位クラブにはまりそうではある。冨安、遠藤、伊東純也、久保、三笘などワールドクラスの選手が増えて、他の日本人選手も欧州での活躍が目立つ。一昔前なら問答無用で右サイドバックのファーストチョイスだったでしょう。もともとセンターバック上がりだし、守備の部分はそこまで心配事がない。ルートンタウンは現在3バックで戦っているので、橋岡の主戦場は右ウィングバックになりそう。サイドバックとして見るとルートンはすでに軸となる選手がいるので、厳しい残留争いの中でどのくらい起用されるかは見通せないところもある。あのルートンタウンのクラシカルなスタジアムが好きだわ。ルートンは直近のブライトン戦があるけど、そこには間に合わないかな。身体能力は申し分なし、サイズもある方、あとはサッカー脳と守備の部分で安定する選手になれれば日本代表でもという印象です。
ルートンタウンは今シーズン4勝ですが、リーグ戦ここ5試合で2勝2敗1分け、ニューカッスルも倒すなど調子を上げていて、橋岡選手が即戦力として残留に貢献できるか非常に楽しみですね。ルートンタウンは今季始まる前からスタジアムの雰囲気にプレミア感がなくて、むしろ応援してたチーム、そんなチームに橋岡が行くとしたらなおさら残留してほしい。世界的にサイドバックが人材なんだから、ベルギーでやってればこうやって目に留まる可能性もあるよね。24歳でプレミア行きは理想的な上がり方ですね。アジアカップに選出されなかったのは交渉、メディカルチェックの予定があったからなのかな。だとすれば朗報。プレミアもビッグクラブだけじゃなくて中堅、下位でも数多く行けば代表の底上げにもなる。多分いきなりデビューの可能性もあるので、速攻で結果が求められると思う。ポジションのライバルはファボレになると思うけど、今はアフリカ大会中だから、まずは主力サイドバックが不在中の数試合でどれだけやれるかだな。ルートンなら2部でいいからリーズの方がいいと思う。リーズは2部でも毎年上位に入るし、今年も全然昇格プレーオフ圏内、自動昇格圏バチバチ。昇格組3チームが降格圏にいる中、残留圏内に一番近いのが18位ルートン。ヒアウィーゴー出たしほぼ確実かな。オファー状況を考えれば即スタメンでしょうね。様々な声があるようですね。橋岡大樹選手は埼玉県浦和市、現埼玉市出身ということもあり、地元浦和レッズの出身。2021年にローンでベルギーのシントトロイデンに加入し、2022年には同クラブへ完全移籍。現在24歳で、身長184cm、体重 80kg とサイドバック、ウイングバックとしては十分なサイズを持ち合わせているといえます。対するルートンタウンですが、昨季イングランドチャンピオンシップで3位となり、今季はプレミアリーグに昇格。現在4勝4分け12敗とリーグ戦でかなり苦戦しており、降格圏の18位にとどまっている状況。ただ17位のエバートンに昨日24日にアウェーながら勝利し、勝ち点差は1に肉薄。しかも試合数がルートンタウンの方が1つ少ないため、今後の頑張り次第ではプレミア残留の可能性は十分に残されます。ルートンタウンは基本的に3バック制を敷いていることから、橋岡選手は右ウイングバックとしての獲得となりそうですが、今季のシントトロイデンでも右ウイングバックを務めているため、そのあたりは問題なさそう。さらにルートンでの右ウイングバックはカボレ選手がレギュラー格のようですが、ブルキナファソ人の彼は現在アフリカネーションズカップでチームを離脱中。同選手が不在の間に一試合でも多く出場して、良い印象を監督やチームメイトに与えておきたいところですね。この移籍が確定すれば、世界最高峰のプレミアリーグで活躍する日本人選手が4人目となりますが、今後ますます同リーグでプレーする選手が増えてくることを願いたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。